これまでのイメージというものが、まあ、一挙にして一度として、まあ、崩れ去ってしまったということ、大変じくじたる思いを持っているところであります。自民党青年局の緊急中国ブロック会議には鈴木貴子局長など党本部と中国5県の青年局の地方議員などおよそ20人が参加しました。緊急の会議は全国では近畿関東に続いて3カ所目です。会議は去年11月、自民党和歌山県連が露出の多い衣装を着た女性ダンサーを招くなど不適切な会合を主催したことを受け開かれたものです。参加者からは再発防止策についての意見のほか、政治資金の問題をめぐって地方の厳しい実情を党の中央はどう認識しているのかといった意見が出されたということです。この政治の信頼回復の取り組みの最中でのこういった不適切事案の発覚ということは大変に申し訳ない思いであります。だからこそ我々としては行動する組織として政治の信頼回復、その先頭に立って仲間とともに引き続き行動してまいりたいと思っています。鈴木局長は他のブロックで出された意見を含めて報告書に取りまとめ、来月開かれる青年局の全国研修会で共有するとしています。